上野検築地図上野検築は東京都台東区東上野4丁目にある東京地下鉄の車両基地である銀座線の車両が所属している1927年12月東京地下鉄道によって上野電車庫として発足した当時は工場業務と検築業務を行っていた本車庫の用地は関東大震災後の首都復興事業の中 区画整理の一環として、容易に取得されている。創業当初の上野電車庫の敷地は2439坪で、車両数は10両、検査担当は22人、敷地内には、ピット線が2000、線上線、下半式ジャッキが数機ある規模であった。当初の計画では、本車庫は一時的なものとし、将来の公害延伸時には、新たな車両基地を建設することを想定していた。 このため、最初の開業時には、トラバーサーを使用して一両ずつ留置するというものであった。若干の改良は加えられたが、昭和30年代まではこの状態で使用されていた。しかし、戦後は銀座線の乗客数が年々増加し、開設当初の状態では度重なる輸送力増強への対応ができなくなっていた。このため、1963年5月に、 工場設備を廃止し、さらに従来の車庫設備を撤去して全面的な改築を行った。この設備は1968年3月29日に完成し、地下に6両編成13本収容の留置線を設け、さらに地上部は6両編成が留置可能な設備に一新した。この状態が現在のものである。2000年3月には、 本県尺と渋谷県尺を統合し、渋谷県尺は上野県尺渋谷分室となったが、2001年6月に上野県尺渋谷分室の組織は廃止された。地下の上野駅とは入出庫線でつながっており、途中には地上部と地下部への分岐点がある。地上部への入出庫線には55パーミルの急勾配がある。県尺及び車庫へ送られる編成は浅草駅ではなく、 上野行きになる。現在は銀座線車両の列車検査、ガッツ検査を実施しているほか、車両洗浄を行っている。なお、車輪添削と重要オブ検査は赤坂三津駅の連絡線を介して丸の内線中の車両基地で実施している。1957年の銀座線輸送力増強計画において、車両増備に対応するために、 浅草駅構内に三本の留置線を設置することを決定した。そして、1968年11月8日には、浅草駅構内集団部を延長して、同駅の奥に六両編成三本が留置可能な留置線が完成した。この留置線を使用し、1961年12月から1965年3月にかけて上野県尺浅草地区が設置された。 これは、上野検索の車庫拡張工事に伴い、従来の検査設備が使用できなくなることから、拡張工事完成までの一時的な検査場所として、使用された。ここでは、交番検査及び毎日検査を実施していた。現場は、浅草駅ホーム橋から入るものであったが、照明は暗く、足場も悪く、埃をを被ったトンネルであった。検索施設とは言ったものの、 とても検査場と呼べるほどの設備ではなかった。検索入り口にある、軌道遮断式踏切 ABCD 低都構、速度交通 A 段、60年の歩み A 段地下鉄、車両2000両の歩み P179、鉄道ピクトリアル1995年7月、臨時増刊号参照。AB、東京地下鉄道市。 羊猿東京地下鉄道ピアニッシも189から192。ABC 低都高速度交通英団60年の歩み英団地下鉄車両2000両の歩みピアニッシも219。ABCD ネコパブリッシング公式パンフレットで見る東京地下鉄車両の歩みから1000型から1000系まで P262。 ABCDEF 低都高速度交通営団60年の歩み営団地下鉄車両2000両の歩みピアニッシも166から 167ABC 低都高速度交通営団60年の歩み営団地下鉄車両2000両の歩みピアニッシも216から217低都高速度交通営団営団地下鉄50年史参照 ABCD 低都高速度交通営団60年のあゆみ営団地下鉄車両2000両のあゆみ P186 ありがとうございます。